えーどうもお疲れ様です。6月6日木曜日、えー、朝6時の相場解説になります。今日はね、今日明日と2日間で一つのグループになってますんで、再度円安に進む兆候をね、捉えられたらいいなぁと思っております。えー、今、冷やしをご覧いただいてますけども、こちらの方、ちょっと似たようなインセント要請が並んでますよね。 えー、ただしこれは特に、えー、意味がありません。というのが今までお話していたのは上昇トレンドがダーッとあってね、そこで同じような陰線と陽線が並ぶときっていうのは反対方向に行くことが多いんだよってことだったんですけども、もう今回はそうじゃないですからね。上昇トレンドで一旦下に凹んだときにこれが出てますんで、まあ何らかの特徴が出たとまでは言えないのかなと思います。その辺誤解されないようにしてくださいね。 でも全体的には上昇トレンドに戻ってきたのかなと。移動平均線の下に値動きが出たのもほんの一瞬で。まあこれにちょっと似てるんですよね。まあですんで、ここから上の方にどん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 行って、この移動平均線の上にロウソク足が頭を出すんじゃないかなというふうに思っています。それが今日確認できればいいかなと思ってますね。そうしたらまあ自信を持ってね、今日の午後ないしは明日には倍でエントリーをすることができるようになります。で、4時間の方を見ていきますと、 こんな形になっていてね、えー、こちら V の字を書いてますけどもこことちょっと似てるでしょ、うん、で上昇トレンドがぐーっと来て下に一旦潜ってまた新しい上昇トレンドを作って高値を更新するみたいなパターンですけども上昇トレンドから下の方にこれがくくってこれが上の方に出た時ってのはまた新しい上昇トレンドを作ってねここを超える降参があるというふうに見るわけですよ、ね、でこの チャートってのはね、やっぱりパターンなんですよ。同じのが続きますから。ということは似たようなパターンを見つけて、そのようにこれからもなるんじゃないかなってことを前提に作業した方があ進みやすいってことになりますね。あの、特に闇雲に過去のデータとか関係なく値動きが起こるってことはないんですよ。なぜならこのチャート、他の投資家さんも見てるからなんですよね。だから結局、この、うん、チャートの形を見て、投資家さんはあ次の展開を 考えていきます。特にスキルが高いれば高いほど過去のデータ頭にいっぱい入ってますんで、どのパターンが改然性が強いかなっていうふうに考えて、えー、確率の多い方にね、ベットしていくわけですからね。だからこの図を見てピンとくるっていうのはすごく大事なんですよ。で、さらに1時間の方を見ていきます。はい、このように移動平均線の上にローソク足が乗ってきましたね。しかも昨日起きた この値動きっていうのはこの V の字を書いて一回も陰性になることなくずっと陽線だけでここまで上ってきましたんで全然迷いなく上がってきたということですねこの上昇トレンドの兆しっていうのはかなりに当てになるんじゃないかなと思いますで今値動きが小康状態になってますけども156円からあ大きくは割りにくくなってくるんだろうなというふうに思いますねだから今日はその辺を確認しながら一旦下に入ることがあってもこの 赤い移動平均線にぶつかった瞬間、上の方に跳れて n 字を書きながら上がっていくっていうところをね、イメージできればと思います。で、実際そのように値動きが今日起きるようでしたら、どっからでもいいですからね、倍で、えー、エントリーをしてポジションを取っていって利益を狙っていきたいかなと。まあ、そんな展開になりますね。じゃあ本日もよろしくお願いします。